今日は汚い言葉遣いをするなという話をしていきます。子供たちが子供たち同士でこのバカとか下手くそとかぶっ飛ばすぞみたいな、こういう言葉遣いっていうのはいい言葉ではないので、こう使わないようにすると。だからこういう言葉っていうのは、今例えば高校生、高校野球の指導者がこういう言葉を使うと、こう高野連からペナルティを食らったりだとか、この大人の社会ではこういう言葉っていうのはもう許されないと。だから当然子供たちもこういう言葉遣いを、してはいいわけではないと。ただ中学生とか小学生ぐらい、こういう言葉遣いっていうのはよく、使いたくなるような年頃でもあると思うので、この我慢するということが大事だと思うので、なるべく子供たちはこういう言葉遣いをしないで、そういうふうにやりたくなったら我慢をするということをしてほしいなと思います。この子供たち同士っていうのはチームメイトなので、まあ、仲良くみんなでやってほしいので、なるべくこういう言葉遣いをしないということを心がけてほしいなと思います。以上です。